はようございます。漫画スクリプトドクター後藤です。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画作りの楽しさ応援していくチャンネルです。画面右下に応援ボタンあるのでお願いします。さあ、どんどん日差しが強くなってきてますね。今週はですね、出張編集部も近いということで、もう出張編集部の対策を強化していくウィークとしてやっております。さあ、今日はですね、もうそろそろ今日本番ぐらいに公開することになるんじゃないのかなと思っていますので、ぜひ皆さんこれを見て頑張って出張編集部行ってほしいんですけれども、今日はですね、出張編集部に、もう担当さんがいる状態で行っていいのかっていう話をしていこうと思います。で、基本的には全然 OK だと思ってますね。まずはもう、まず他社でね、編集さんがいたって全然他のところでやっていいと思いますよ。そこでなんで制限されなくちゃいけないのだと、専属契約とか結んでんだったら、まあまあ少しは考えてもいいと思うんですけど、我々個人の漫画事業、個人事業をねしている漫画家であるわけですからね、いろんな取引先があるのは当然のことじゃないですか。そこで遠慮する必要なんて全くないと思います。そこで制限するのは何の、どんな権利があってそれを制限しているのかさっぱりわからないので、全く問題ないです。で、あとね、ちょっと、考えなくちゃいけないなっていう話はもっと別にあって、じゃあ、私、もう、例えばじゃあ、サンデー編集部にもう編集さんいますと。いるんだけれども、ちょっと他の人の意見が欲しいから、サンデー編集部の出張編集部があれば、ちょっとごめんなさい、あるかどうかわからないけど、あれば、そこに行くっていうのはどうですかっていうね。それはちょっと難しいとこだよね。そこはもう本当人、相手によるとしか言えないなっていうところですね。それが、ね、その相手の編集さんに、あ、他の人の意見聞きに行ったんだっていうのをなんか思う人もいるかもしれないし、で、しかも、なんだろう、その、相手の、そこで見てくれた人が、もし顔見知りだったりすると、あの子来たよとか、あの人来たよ、みたいなことが、中で通じ合うこととかも考えうるんですよね。だったら、もうここは事前に、私、出張編集部今度行こうと思ってます、みたいなことを言えちゃうといいよね。ちょっとせっかくコミティアとかも出るし、なんかサンデー編集部の他の人とかにも挨拶したいと思うんで、ちょっと顔出しするかなって思ってます、みたいな。なんか、最後の打ち合わせの分かり際とかにさらっと言って、ね、帰っていくとか、なんかそういうことを一個挟んでおくとか、ね、なんかそういうね、なんだろうな、戦略って大事ですよね。っていうことを考えていくとか。で、まあだからそこに関してはね、少しいろいろ手続きとかをこう条件整えてやってもらうっていうのがいいと思います。でね、逆に言うと、これがでもね、実は一個ポイントで、出張編集部のいいポイントで、先に出張編集部行くのってやっぱおすすめなんですよ。今持ち込みとか考えてる人は、私持ち込みで行けばいいやって思ってるかもしれないけど、これは編集者との出会いを増すチャンスなんですよ。まず出張編集部に行って、ね、同じサンデー編集部でもサンデー編集部に行くじゃないですか。そこでまあ見てもらう。で、ずっとこれまでも言ってたけど、あ、ちょっとあんま相性良くないなって思ったら、で、また今度サンデー編集部に持ち込み行くとき、ね、電話して持ち込んでいいですか？持ち込みお願いしますっていうときに、その人の名前なんか全然出さないで、もう、また新たに持ち込みに行って違う人に見てもらえるっていうことがね、出張編集部だったら先に、だから2回チャンスがあるね。これが先に編集部行ってその後出張編集部っていう順番だと、ややそういうなんかめんどくさいことにね、さっきまで言ってためんどくさいことに巻き込まれかねないけど、先に出張編集部行ってね、で改めてもう一回、持ち込みに行くっていうことであれば、全然だから二度編集に、同じ編集部でね、編集さんに出会えるチャンスっていうのはあるので、これ一個ポイントなんじゃないかなと思ってます。ね。というわけで今日お話ししたかったのは、同じ編集部の中で複数の編集さんに見てもらうって実はなかなか難しいんだけど、出張編集部を利用すると、それができるぞ。ね。っていう、まあ、やや裏技めいたことだと思うので、ぜひですね、皆さんも、ね、ここで興味持ってもらったね、人とかもいるかもしれないから、まずね、出張編集部っていうのは基本は、普通の持ち込みよりは、ややこう、体験のところもあって、お祭りっぽくね、いろんな人に編集部してもらおうみたいなところもあるということなんで、ちょっとね、気軽な気持ちでも、
ね、まあ、ある程度は構わないと思うので、チャレンジしてみるのはいかがでしょうか。ね、さあ、じゃあね、ぜひ皆さんの検討をね、お祈りしています。ね、頑張って編集部行って、出張編集部でね、いい打ち合わせしていきましょう。ね、さあ、そんな感じです。では、最後チャンネル登録もお願いします。皆さんね、出張編集部でどうだったかも教えてください。では、またねー。